二十三年、山本周五郎、一。いや、そうではない。新沼幸恵は、静かに首を振った。岡屋に過失があったとか、役に立たぬなどというわけでは決してない。事情さえ許せば、いてもらいたいのだ。隠さずに言えば、 今出て行かれては、こちらで困るくらいなのだから。それでおひまがってるというのは、どういうわけでございましょうか。一義に座った膝を一層固くしながら、助けはこう言った。あちらで今よく話してみたのですが、妹はただ泣くばかりで、悪いところはどのようにも直してご奉公します。 お暇だけはどうか勘弁していただけますように、兄さんからもお詫びを申し上げてください。こう申しまして、どうしてもうちへは帰らぬと言い張っているのでございます。司祭はよく話したのだ。しかしまるで聞き分けがないので、その方に来てもらったのだが、実は今度、ここを引き払って、 伊予の松山へ参ることになったのだ。新沼幸恵は、藍津賀茂家の家臣で、奥蔵奉行に属し、食禄二百石余りで、相当預かりという役を務めていた。亡き父の豪左衛門は、偏屈に近いほど拳的な人で、良い意味にも、あまり良くない意味にも、 多くの逸話を残しているが、雪江はごく温厚な、まるで父とは反対の性質を持っていた。これという抜きんでた才能もない代わりに、真面目で勤直なところが上からも下からも変われて、平凡ながら極めて安穏な年月を過ごしてきた。六年前、二十五歳で結婚し、 新之助という長男を挙げてから、去年の秋、次男の牧次郎の生まれるまでは、ずっとその安穏な生活が続いたのである。しかし、次男を産むと間もなく、妻の右派が病みついたのをきっかけのように、その平安無事な生活はガラガラと崩れ始めた。第一話、 主家の海域であった。その年、つまり、寛永四年正月、下助の神忠里が、二十五歳で病没すると、死死のないことが原因で、合図六十万石は、取り潰しとなった。家中の動揺と混乱は非常なものだったが、幸い、世を騒がすような紛情も起こらず、 多くの者のが、あるいは、志す夜るべを頼り、また、竹へ、士官したりして、思い思いに城下を離散した。しかし、こういう中で、別に一つの希望を持つ、少数の人々があった。それは、亡き、下助の神の弟にあたる、中司大夫忠友が、 伊予の国松山に二十万石で蛾盲の家計を立てているつまり会津の司法とも言うべきその松山藩に召し抱えられたいたとえ身分は軽くとも周続きの蛾盲家に仕えたいというのだ新沼幸恵もその中の一人だったそしてその仲間の人々と一緒に ひとまず、会津城下の郊外に住居を移して、時節を待つことにした。病みついていた妻は、新しい住まいに移ってからも、床を離れることができず、夏の初めには、医者から回復の望みのないことを告げられた。どんなに雪への参ったことだろう。生まれて十月にも満たない。 牧次郎はよく夜泣きをした。彼はなかなか泣き止まない英治を抱き上げ、慣れぬ子守歌を歌いながら、ほの暗い暗闘の光の下に、うつらうつらまどろんでいる病床の妻のやつれ果てた寝顔を見ては、息苦しい絶望に打たれた幾余かの記憶を忘れることができない。 けれども不幸はそれだけではなかった。新州七月に入ると間もなく、長男の新之助が悪質の自液にかかり、わずか三日病んで、急死したのである。不幸は連れを伴う。幸恵はその言葉を現実に耳元でささやかれるような気持ちだった。 そして、妻の右派はは、しんのすけに三十日ほど遅れて、亡き人となった。こういう状態の中で、ゆきの唯一の頼みは、橋しための岡かやであった。会津を退店するとき、蓄えも多からず、病災を抱えての浪人なので、歌詞、召し使いには皆暇をやったが、 岡一人はどうしても出てゆかずほとんどすがりつくようにして一緒についてきた「十五の年から使えてもう二十歳になる」「器量も悪くはないし性質の明るい疲れることを知らないかと思うほどよく働く娘で妻の右派はまるで妹のように愛していた」 両親はなかったが、たすけという兄がすぐ近在に百姓をしていて、三年ほど前からたびたび、良縁があるからお暇をいただくようにと言ってきたが、岡谷はまだ早すぎると答えるばかりで、とうとうその頃としては今季に遅れたと言っても良い年まで新沼家に奉公をし続けてきたのだった。 辞める妻と血のみ子を抱え5歳の長男を育てる生活は生優しいものではなかった医者から病中授乳を止められたので日に3度ずつ乳もらいをしてあとは重湯や水飴を与えるのだがそれを薄めたり温めたりする加減が男の手ではなかなかうまくいかないし むつきや肌着の取り替え、病人の看護、炊事、洗濯など、実際に当たってみると、何もかも男一人の手には余ることばかりであった。岡屋がいてくれなかったらどうしたろう。雪江はそう思うだけで、背筋の寒くなるようなことがたびたびだったのである。 松山のガモウケに仕えようという同じ希望を持った人々の多くがこの間に二人三人とかけていった。それは連絡を取っている松山藩の老職から思わしい知らせがなくいつになったら望みが叶えられるかだんだん不安になりだしたからだ。新之助の急死に次ぐ妻の死で しばらく巨奪したような状態にいた雪絵は、そうして仲間から駆けてゆく人たちを見送りながら、やがて、これはべんべんとこんなところで待っている時ではない、ということに気づいた。望みが叶うにしろ、叶わぬにしろ、とにかく松山へ行くべきだ。こんな遠隔の土地にいては、まとまる話もまとまらなくなる恐れがある。 彼はそう思ったので、すぐに残っている仲間と相談をした。みんなその意見には頷いた。けれども、それでは行こうと決めるには、四国松山はあまりに遠すぎる。行ってみてもし不調に終わったら。そう考えると、躊躇せざるを得なかった。雪江にはそういう迷いはなかった。もし、 不調に終わるようだったら、武士を辞める。我儲けのほかに奉公はしたくはない。彼は初めからそう決心していたのである。以上のような行く立てがあり、彼は単独で松山へ行くことに決めた。そしてその司祭をよく語って、岡屋に暇をやろうとした。岡屋は聞かなかった。 松山へお供させていただきます。工場にそう言い張って動かなかった。できればそうしたいのだ。雪江は年頃に悟した。しかし、松山へ参っても、いつ士官が叶うか見当もつかぬ。蓄えも乏しく、老人の身の上では、お前の給金さえ、やりかねる時が来るだろう。 ましてお前はもう二十歳という歳になっている。家へ帰って嫁に行くことも考えなくてはいけない。この場合、それが女としては正しい道なのだから。こういう意味を繰り返し言って聞かせた。すると岡屋は、では、せめて坊様が立ち歩きをなさるようになるまで、と言い出し、どうしても、 聞き分けようとしないのである。それで、どうにも法が尽きて、兄の助けを呼んだのであった。さようでございますか。よくわかりました。四終の話を聞いて、助けはひどく律儀にいくたびも頭を下げた。そういうことでしたら、私からもう一度よく申し聞かせましょう。 幸い、今一つ、縁談もあることでございますから。それなら、なおさらのことだ。しかし、叱ったり、無理、押し付けではなく、よく、納得の行くように、もうじさとしてくれ。できるだけ、おぼし虫しのようにいたします。そう答えて、助けは座を立った。助けの悟し方が良かったのか、それとも、 ようやく諦めがついたものか。今度は岡谷は案外素直に言うことを聞いたそして「長いご道中ではあり寒さに向かいますから坊様のお肌着を少し余分にお作り申しましょう」と言いそれから数日の間まめまめと縫い物や洗濯に精を出すのだった。 もう悲しそうなそぶりは見せなかった。針を運びながら、そばに寝かせてある巻次郎をあやす言葉など、陰で聞いていると、むしろウキウキしているもののようにさえ感じられた。これでいい。雪江はそううなずいて、ほっとしたのであった。岡屋は雪江の出立する前の日に暇をとった。 迎えに来た兄と一緒にいよいよ別れるというとき、彼女は何度も巻次郎を抱きしめ、声を忍ばせて泣いた。けれども、それ以上未練な様子は見せず、思い切りよく助けに連れられて去っていった。十五歳で来て六年、ことに妻が病みついてからの岡屋の尽くしてくれた振動を思うと、 満足に報いてやることもできないこのような別れが、雪恵にとっては、この上もなく、心痛むものだった。彼は巻次郎を抱いて門まで見送り、早く良縁を得て幸せになるようにと、繰り返しその後ろ姿に向かって祈った。しかし、それから一時も経ったであろうか、ちょうど巻次郎に、 昼の薄がを与えているところへ、息を切らして助けが戻ってきた。岡谷が参りましたろうかここへは来ないが。雪江は岡谷という言葉に、強京として出て行った。どうかしたのかはい。途中で見えなくなりましたので。先に家へ帰ったのではないかいいえ。 荷物が置いたままですから、そんなことはないと思います。不吉な予感が雪への心を刺した。彼の頭には、村外れを流れている大川の瀬が思い浮かび、杉の森の裏にある沼のよどんだ青黒い水が見えるように思った。ともかく人を集めて探さなければ。彼はそう言い、 村人たちの助力を求めるために出て行った。けれど、その必要はなかった。雪絵が用水堀に沿った堤道へ出て行くと、向こうから顔見知りの村人たち四五人の者が、岡屋を戸板に乗せて運んでくるのとあった。助けは何か叫びながらそっちへ駆けつけて行った。雪絵はそこへ棒立ちになったが、 すぐに首筋を返して家の中へ戻った。八幡様の崖の下に倒れていたのです。村人たちは口々に言った。どうかして崖から落ちたのでしょう。見つけた時は死んだように息も止まっておりました。それでも大した怪我はしていないようです。息もすぐ吹き返しましたし、別に血の出ているところもありませんから。 南村にいるメイヤンという医者にはすぐ知らせてきた。もう間もなくここへ来るであろう。村人たちはこう語りながら、半身土まみれになった岡屋の体を家の中へ担ぎ入れてきた。三。馬で駆けつけた医者は必要と思われるあらゆる手当を試みた。外傷もなく、 骨折もないようだった。意識も回復して、しきりに起きようとする。結局、どこにも故障はないのだが。しかし、岡谷は口が利けなくなっていた。それだけならようござるが、と医者は何度も首をかしげながら言った。そしてまだ格言はできませぬけれど、今のところでは、 脳の痛み方がひどい。一口に申せば、白痴のようになっております。白痴と申すと、雪江は自分の耳を疑った。つまりそうでござる。意識はちゃんとしておるが、判断力というものが全くござらぬ。崖から落ちた時に頭を打ったのが原因でござろう。 口が聞けなくなったのもそのためで、悪くするとこれは生涯治らぬかもしれません。雪江は改めて岡屋を見た。岡屋は仰向けに寝たまま放心したように天井を見守っていた。焦点がぼやけてドロンと濁った瞳。しまりの亡くなった よだれで濡れて半ば空いている唇。そして時折歯の間から漏れる無意味な歯車に特有の高音など、すべてが医者の言葉を裏付けているように見えた。そうだ、まさしくこれは白痴になる。雪絵は心の内に繰り返しそうつぶやいた。そして、 どういうわけでか、その責任がすべて自分にあるという考えを避けることができなかった。頭を冷やして安静に寝かしておくよう、また明日にでも見舞うから。そう言って医者が去るとすぐ、雪絵と助けが止める暇もなく、岡屋は起き出してしまった。何としても寝床へは戻らなかった。 しきりにまきじろうをおいたがるので、ひもでせおわせてやると、今度は松山へ立つために、支度のできている荷物を持ち出して、あ、はあ、あ、はあ、と外を指さしながら、すぐにも旅立ってゆこうという意味を身振りで示した。こんなにもおともをしてまわりたかったのでございましょうか。 助けは哀れな妹の姿から目をそらせながら言った。一旦は家へ帰ると申しましたが、本心はやっぱりご奉公がしていたかったのでございましょう。途中から引き返して参りましたのは、多分もう一目坊様においとまごいでもするつもりだったのでしょうが、それが。 こんな分別もつかぬものになった。ご覧くださいまし、自分では松山へお供をする気だと見えます。雪絵には答える言葉がなかった。助けは一度帰って妻を連れてくると言い,い、折から降り出したしぐれの中へと小走りに出て行った。しかしその時すでに、 雪江の考えは決まっていた。彼は岡屋を松山へ連れて行こうと思い決めたのである。助けの言う通り、岡屋は暇を取りたくなかった。困窮している主人への義理か、洋弱な牧次郎への愛着か、理由はわからないが、ともかく新沼家から出たくなかった。 思いがけぬ期間で白地になってさえ松山へ友をしてゆくつもりでいるもうこのままでは嫁に行くこともできまい雪恵はそう思ったむしろ松山へ連れて行く方が心が落ち着いて治る望みが出るかもしれないこれほど思い詰めている気持ちも哀れだし 今日までの新郎に報いるためにも多少の不便は忍んで連れて行くのが本当だ。岡屋と彼はそばへ行って呼びかけた。一緒に松山へ行こう。お前には随分苦労をかけた。松山へ行って治ったら新沼から嫁にやろう。もし治らなかったら一生 新沼の人間になれ、わかるか岡谷はケラケラと笑った。さっきから抱えたままの荷物を持って、背中に折った巻城をあやすかと思えば、いそいそと土間へ降りて、すぐにも出立しようと促すような身振りを繰り返すのだった。その時古外は本振りになっていた。空は、 鉛色の重たげな雲に閉ざされ、黄昏近いうら寂しい光の中を、さあさあと肌寒い音を立てながら、かなり強く降りしきっていた。予定より7日ほど遅れて、雪絵は出発した。岡屋を連れて行くについて、助けには少しも依存はなかった。 ただ、こんなお役に立たぬものになり、また、縁国のことで何かあってもお伺い申すことができません。どうぞ、くれぐれもよろしくお頼申します。両分座境まで見送りながら、助け夫妻はくどいほど同じ頼みを繰り返すのだった。冬にかかる季節で、旅は幸いと、 日和りに恵まれた。主君の友で江戸までは出たことがある。けれど、江戸から西は初めての道だった。名のみ聞いていた名称旧跡の数々、野山の佇まいも、祝熟、町々の風俗も、すべてが珍しく、旅情を慰めてくれるように思えた。岡屋は、 考えたより足でまといにならなかった。かえって案外なほど役に立ったと言っても嘘ではない。口が聞けないのと物事の理解がちどんなので他のようには間に合わぬことが多かったけれど、雪絵の身の回りや巻次郎の世話ぶりには欠けたところがなかった。雪絵はここでもまた もし岡谷を連れてこなかったらと思うことがしばしばだったのである4松山に着いたのは師走中旬のことだったかねて初心だけ取り交わしていた老職を訪ねると会うことはあったが無謀なことをと言いたげな表情をあからさまに示した蒲生家のほかに 修取りをいたす所存はございません。幸恵は臆せずにそう言った。もし、ご当家にお召し抱えの儀が叶いませんければ、ご領地の端で百姓をする覚悟で参りました。とにかく住まいが決まったら知らせておくがよい。相手は困惑した調子で、ひどく事務的にそう言うだけだった。あまり当てにされても困るが、 何事かあったら知らせるから。覚悟はしてきたものの、実際に老職とあって予想外に冷ややかなあしらいを受けた落胆は大きかった。もちろんそれで希望を投げ打ったわけではない。こんなことでくじけてはならぬ、と自分を叱りつけたが、これからの生活がよほど困難なものになるだろうということは、 考えないわけにいかなかった。そしてこれは彼にとってかえって幸いだった。雪江は城下から北東に離れた道後村に住まいを決めると、座職していてはならぬと思ってすぐに収入の道を探してみた。道後は古代から名高い温泉場で、諸国から当時に来る客が支持絶えない。 また、そういう客を相手の土産店も大層繁盛しているが、その名物の一つに、土焼きの人形があった。手作ねのごく単純なデクを素焼きにし、それへ荒く泥絵の具を塗っただけのものである。雪絵が選んだのは、その絵の具塗りの内職だった。無論沈線はささたるものだが、いくらかは、 食い減らしてゆく蓄えの足しになるだろう。時節の来るまでの辛抱だ。彼は自分にそう言い聞かせながら、まず懸命に刷毛遣いから習い始めた。時節の来るまで。しかし、こうして始まった松山での生活も平穏な日は少なかった。それから五年の間、 雪絵は三度も病床に伏し一度などは半年も寝たきりのことがあったその時岡谷がどんなに頼みだったことだろう彼女は依然として口がきけず白痴の方もそのままだったが牧次郎の養育やうちの内外の世話には申し分のない働きぶりを見せた雪絵の仕事を見覚えていたのだろう彼が長く病がした時などは 止めるのも効かず、自分で材料を取ってきて内職をした。巻次郎の森をし、雪江の看病をし、炊事や薬煎事をする片手まで。しかも、それはさほど、見劣りのしない出来であった。なんという皮肉だ。雪江はその時、泣くような苦笑を浮かべながら言った。合図を立つ前、 お前の病が治ったら、新沼から嫁にやろう。治らなかったら、一生面倒を見てやる。俺はあの時そう言ったのを覚えている。それがどうだ。今では逆に、俺がお前の世話になっているではないか。こんなことなら連れてくるのではなかった。お前にこんな苦労をさせるくらいなら。岡屋には、主人の言葉がわかったろうか。 彼女はやはり、ケラケラと、ただ笑うだけだった。何の感動もない、うつろな乾いた声で、そして、表情もそぶりも同じように、無ないような、ちらじらしいものだったのである。新沼の家族が経験した、他難の年月は、ちょうど九年続いた。そして、最も大きく、雪絵を打ちのめした、 松山藩の改易という出来事に行き当たった。すなわち寛永十一年八月、城主賀茂忠友が三十歳で病死すると今度も生死がないというのを理由に松山二十万石は取り潰しとなったのだ。雪江の失望と落胆はここに書くまでもないだろう。彼は合図で亡き妻が病みついて以来の 激しい連打にも似た不運の一つ一つを思い、それが全く徒労だったことに気づいて立然とした。徒労といえば九年という長い間、彼が泥絵の具で塗り上げた無数のデクも同じことではないか。当事客に買われていった土焼き人形の多くは何度や棚の隅に押し込まれているか。 形もとどめず壊れ去ったに違いない。よしまたその全部が全きまま残っていて目の前へうずたかく積み上げたとしても、それはただおびただしいデクの数というだけで少しも彼の苦難の日々に意義があったという証にはならない。なんというとろーだなんという取り返しのつかないとろーだ。 雪恵は絶望のあまり時々激しく死を思うようになったそれはにわかに鈴風の立ち始めた中秋9月のある夜半のことであった雪恵は非常に重苦しい夢を見て覚めると得体の知れぬ力で手繰り込まれるように「今だ今だ」と思い手を伸ばして鎮痛の刀を取ろうとした すると、ほとんど同時に、彼の後ろで、言いようもなく、悲痛な絶叫が起こり、荒々しく、自弾打を踏む音が聞こえた。雪絵は、殴りつけられたように振り返った。そこには、岡屋が立っていた。恐怖のために、顔は引き歪み、二つの目は飛び出すかと疑えるほど、大きく見開かれていた。その目で、 雪絵をひたと見つめながら、岡谷は、あ、はあ、はあ、と意味をなさぬ声を上げ、激しく荷もだえをした。岡谷<屋>、雪絵は水を浴びたような気持ちでそうつぶやいた。岡谷、お前か。五、雪絵はその夜限り、 もはや死を思うようなことはなかった。恐怖に引きがんだ岡屋の顔を見たとき、彼は己の死霊の浅はかさを知ったのである。人間にとって大切なのは、どう生きたかではなく、どう生きるかにある。腰方をとろうにするかしないかは、今後の彼の生き方が決定するのだ。そうだ。死んではならない。ここで死んでは、 今日までの岡屋の辛労を無にしてしまう。彼はそう思い返した。生きよう。これまでの苦難を意義あるものにするか、徒労に終わらせるかは、これからの問題だ。生きてゆこう。後から考えると、それが彼の運命の分かれ目だった。あらゆることに終わりがあるように、新沼幸恵の不運も、 ようやく終わる時が来たのであったその年10月改易された賀茂氏の後へ沖の神松平定行が放ぜられてきたこれは世に久松家とも呼ばれる徳川審判の一つで貞之の父は樹脂少庄貞勝と言い,い家康の威府邸に当たっていた沖の神が入国すると間もなく 雪江は死者を受けて老身役宅に招かれたそして低調なもてなしをされた上松平家へ士官をする気はないかと問われた先方では彼が会津賀茂の求心だということから松山へ来た目的や今日までその目的一つを固く守ってきた死災をよく知っていた賀茂家でなければ 再び、衆取りはしないという、その慎重な思想を活かしたい。残念ながら、ガモ家ケにはもう最高の望みはござらぬ。よく、ご思案の上、当家へお使いなすってはどうか。食録も合図の給付地だけは約束する。そういう、根切な話だった。雪江は一度帰って考えた結果。 士官の勧めを受けることにした。賀茂氏が全く滅びてしまい、松平家から今そのように望まれるものを、なお賀をならではと誇示するのは、顔面か固い字に類する。素直に行為を受けるのが死闘だ。こう決心したのであった。そして彼は、食録二百石で松平家に仕え、馬回りとして勤め始めた。 それからの春秋は平穏なもので、格別何も記すようなことはない。牧次郎は無事に成長した。十二歳の時、小五章に上がって、数年は江戸国元共にそば勤めだったが、十六歳になると、学問武芸を修行するため、一旦御殿を下がり、二十歳で再び召し出された。その時は、小小版番支配心得で、 父とは別に百国の薬料を賜った。新参者の子としてはかなり稀な処遇である。これで新沼の家も大丈夫だ。雪絵はさすがに喜びの色が隠せなかった。思えば長い苦労であったが、これでどうやら苦労の甲斐があったと言える。今後はこれをどう生かし抜くかだ。 彼は繰り返しそれを牧次郎に言うのだった。幸江は慶安二年五十三歳で死んだ。牧次郎は相続して父の名を襲い、その年の冬、同家中の菅原稲という娘を妻に迎えた。その終言の夜のことである。列席の客が去り、後片付けも終わって、 吹けた夜空を渡る風の音がさえ帰って聞こえるほど家の中が静まった時牧次郎は己の今へ岡屋を呼んで退座した岡屋はもう四十三という年になっていた健康な彼女は血色も良く肉付きの引き締まった小柄な体つきは昔のままだったが長い苦労を語るかのように瓶のあたりには 白いものが見えだしていた。岡屋、牧次郎もこれで一人前になった。彼は静かにそう口を切った。今日まで二十三年、新沼の家のために、お前の尽くしてくれたことは大きい。俺が養若だった頃のことは、父上に聞いたし、物心がついてからは、俺自身の目で見ている。 父上のことは言うまい。牧次郎はお前の力で育ったのだ。牧次郎が今日あることは、みんなお前のおかげだ。ありがとう。岡屋は声を立てずに笑った。それはいつもの愚かしい無感動な笑い方である。今宵、俺は妻を迎えた。彼はさらに続けていった。 明日からは妻がお前に代わる。お前は薪次郎にとって母以上のものだ。妻にも姑と,と思って使えるように言った。部屋も父上のお居間に移ってもらおう。明日からお前は新沼家の隠居だ。今こそお前の休む番が来たのだ。だから、と言いかけて彼はじっと 岡屋の目を見つめた。それは彼女の目を通して心の中まで覗くような激しい視線だった。そうして相手の目を見つめながら彼は言い継いだ。だから岡屋俺はお前に白痴の真似をやめてもらいたいのだ。岡屋は顔色を変えた。お前は白痴でもなし、 あ者でもない。俺はそれを知っているんだ。岡谷は驚愕のあまり身を震わせ大きく目を見張りながら座をし去った。俺は知っているんだ。彼は激してくる感情を抑えながら言った。お前は新沼の家にいたかった。暇を出されたくなかった。それは血のみごを抱えて 急迫している父上から猿に忍びなかったから。けれど、父上のご支案があり、そして、それが動かしがたいものだと見て、お前は、お前なりの方法を思いついた。崖から落ちて、頭を撃ったのも見せかけだし、白痴となり、阿舎となったのも見せかけだ。みんな、新沼の家に留まるための、 こしらえ事なのだ。白痴になれば言うことを聞かなくとも済む。あ者になれば返事をせずに済む。他のものならもっと違ったことを考えたろう。しかし、岡屋はそれが精一杯の思案だった。そして、お前は望みを足したのだ。自分の一生を注ぎ込むことになると。 承知した上で。抑えきれなくなった感動のために、その声はよろめき、ふつふつと涙がこみ上げてきた。彼は手を挙げて表を覆った。そして静かに涙を押し拭い、膝を正しながら言葉を続けた。俺がそのことに気づいたのは七歳の時だった。 前にも後にも知らないが、ただ一度、お前は夜中に寝言を言った。子供のことで、その時は何とも思わなかったが、ずっと後になってふと疑いが起こり、何か事情があるものと察して、父上に尋ねた。そして、合図この方の詳しい話を伺うと、すべてが目の前にはっきり見えるように思えたのだ。それ以来ずっと、日夜。 お前の虚所に注意してみて、俺の推察が間違いでないことを信ずるようになった。父上には申し上げられなかったが、いつかお前自身に確かめたいと思っていた。岡谷、言ってくれ。この長い年月、お前にこんな異常な決心を持ち続けさせた原因は何だ 単に囚獣の義理だけか、母上の恩に報ずるためか、隠さずに言うのだ、岡谷。今こそお前は、口を聞いてもいいのだから。ああ、ああ。岡谷の口をついて、阿社に独特の悲しい声が漏れた。確かに岡谷は今、若い主人に答えようとしている。 言うべき言葉は喉まで出ているのだ。ああ。あなたのご推察は本当です。私は白痴でもなく推しでもありません。そしてなぜこんな愚かな真似をしたかといえば。ああ。それは奥様が亡くなる時の辛いお気持ちを見たからです。 まだ父も離れぬ坊様と世事に疎い旦那様を残して死ななければならない。それがどんなにお辛いことか私には骨に通るほどよくわかりました。女同士でなければわからない辛さが私にはよくわかったのです。ああ。 囚獣の理でもなく、ご恩に報いるためでもありませんでした。奥様のお辛い気持ちを身に耐えた私は、心の中で奥様にお誓い申したのです。旦那様と王様のことは、岡屋がお引き受け申しますと。ああ<ー>。それだけの言葉が今、 岡屋の胸いっぱいに溢れているのだ。そしてそれを口に語ろうとするのだが、出るものは、ああという虚しい喉声ばかりだった。ああ岡屋は自分で自分をいぶかるように目を見開いた。ああああ 他や、他や。巻次郎は思わず叫び声を上げた。お前、口が聞けないのか。彼女は大きく見開いた目で巻次郎を見上げた。それから不意に両手で表を隠し、崩れるように前へうつぶした。 二十三年という年月は仮そめのものではない。そうだ。岡屋は、阿舎になっていた。